三井ガーデンホテル船橋ララポートは千葉県船橋市にかつて存在したホテルである。本校では当ホテルと同じく三井不動産ホテルマネジメントが運営していた隣接の運浴施設ララポートの湯、時和殿についても合わせて記述する。開業当初のホテル名はホテル産ガーデンララポート。三井不動産は1981年船橋ヘルスセンター跡地に ララポート東京米を開業した。その班となった、アラモアナセンターがあるハワイホノルルでハレクラニを所有、運営し、東京、銀座の自社ビルに第一ホテルを入居させていた同社は、1984年1月に、国内初となる自社グループ運営ホテルとして、現在の三井ガーデンホテル、大阪淀屋橋を開業。ホテルサンガーデンララポートは、それに続くものとなった。 道路を挟んで、ララポート東京米の北側に所在。24時間機能を持たせることで、多様な生活空間を演出するアメリカ型リージョナル、ショッピングセンターとしての重要な役割を担う施設として計画され、東京ディズニーリゾートはもとより、羽田、成田の両空港にも高速道路でアクセスしやすい場所にあることから、国際的な観光拠点や、 リゾートホテルとしての機能も併せ持つ、船橋地区の中心的シティホテルとして開業した。建物は、三井不動産と株式会社ララポートが接班して、共同保有。経営は、三井不動産が担い、開業時は、両社に加えて、三井不動産と提携関係を結んだ、サンルートホテルシステムを含む3社が、同盟会社を1984年4月12日に、共同出資で、 設立の上、運営を担当した。ララポート東京米の RSC としての機能強化に向けた取り組みは、この後もスキードームザウスや工述する時は電へ続くことになる。単純明快で、シャープな外観は、低層部が一辺65メートルの正方形で、中庭の周囲にロビーやレストラン、宴会場を配置した。その上が、45角モザイクタイル打ち込みの、 カーテンウォールで外壁を仕上げた客室部となっており、東西それぞれのフレームを無料ンスラブで連結の上で廊下の天井内に空調などの設備を集約した。客室階の通路にある柱は低層部を自由に設計できるよう3階で Y 字に絞って1本の柱にし、2階以下に繋いでいる。埋め立て地で緑が少ないことに加え、 ロビーやラウンジ周辺を舞台もしくは観客席として位置づける意図のもと、敷地計画の中心に据えられた、路段式の中庭は、緑あふれるテラス、四季折々の花が咲く階段、滝の3要素で構成されており、イベントの開催にも対応していた。なお、設計の初期段階では屋根を設けてアトリウムとする計画だったが、屋根なしに変更されている。 開業当初の客室数は243室で、敷地西側には、プールのほか別棟として、チャペルが設けられた。1986年に b c s 賞を受賞している。1912年に建てられた大倉木八郎の別邸で、元の名前は倉春閣。東京都墨田区から船橋ヘルスセンターへ移築され、長安殿の名称で、 中華料理店として活用されていた。ヘルスセンターの閉鎖に伴い、営 a 家で敷地内に移され、ホテル開業に合わせて1985年6月から会食スペース、芸品館として営業を開始した。後年、企業かと解消している。西側の隣接地に2001年6月2日、グランドオープンした、三井不動産グループ発の日帰り入浴施設。 徳川家康が高刈りの時に船橋の御殿に宿泊し、近隣には家康ゆかりの時は神社が存在することから、この名前が付けられた。船橋ヘルスセンターには浴場が存在しており、それが復活した形となる。7つの露天風呂と温浴機能の充実を通して既存数パーセントとの差別化を図ったが、2007年3月31日25時で、 営業を終了した。2005年10月1日に三井ガーデンホテル船橋ララポートへ名称変更。同時に婚礼宴会場、レストラン部分は CSS ホールディングスの子会社が運営するプレシャス船橋となったが2009年3月1日から再び直営に戻っている。2011年6月30日付で宿泊及びレストラン、 同年11月12日付で全館の営業を終了した。その後建物は解体され、現在は時はどの跡地も含めて、ララポート東京米の P6 駐車場となっている。起用閣は大倉文化財団に寄贈され、解体後の部材は、一区を前提に保管されていたが、同財団が木八郎の出身地である、新潟県柴田市に寄贈を申し出た。 同市は2019年2月、市内の東公園に移築する方針を明らかにし、2020年10月に着工した。ありがとうございます。